メアリー・マーガレット・オライリーは、アメリカ合衆国の公務員であり、1923年から1938年まで、アメリカ合衆国造兵局の支配人法を務めた。当時のアメリカ人女性として、最高級の位の公務員となったものであり、造兵局には34年間務め、その間に支配人の不在時には、代行を務めたことも多かった。 オライリーは1865年10月14日にマサチューセッツ州スプリングフィールドでアイルランド系移民の家庭に生まれた。そこで成長したオライリーは14歳の頃に未亡人となった母や自分の兄弟たちを養うために学校を離れた。地元の繊維工場で働き始めるとともに夜間学校で事務員としての訓練を受け、その後は ウースターで18年幹事務員として働いた。1904年、オライリーは造兵局での地位を得て、ワシントン DC に移転することになった。造兵局内では、急速に昇進した。当時の女性としては、異常なほどの待遇であり、アメリカ合衆国議会で証言するために呼び出されることも多かった。造兵局の支配人の多くが政治的に指名されてくるものであり、 局の運営に関して知識も関心もないことが多かったので、つぼねを運営する任務はオライリーに任されることが多かった。1924年、オライリーは正式に支配人運んに指名された。1933年、造兵局では初めての女性支配人、ネリー・テイラー・ロスが着任し、最初はロスとオライリーの間に不信があったものの、 その後は固い絆で結ばれるようになった。オライリーは1935年に定年退職する予定だったが、局の運営には欠かせない存在であると考えられ、時の大統領フランクリン・ルーズベルトが退職を1938年まで延期させた。その後もワシントン DC に泊まっていた。造兵局の業務に関わることはなく、その関心の多くをカトリックの事前事業に向けた。 メアリー・マーガレット・オライリーは1865年10月14日にマサチューセッツ州スプリングフィールドで生まれた。父はジェームズ・エ・オライリー、母はジョアンナであり、二人ともアイルランドからの移民だった。メアリーは5人兄弟だった。一家はスプリングフィールドに住み、近くのチコピーでは父が種類の卸をしていた。父は1873年に病気で死んだ。 その死で家族に収入の道がなくなった他に法律上の問題も生じた。この時閉鎖していた父の事業の事務員だったオースティン・オライリーが残っていたアルコールを売ることで不動産を残そうとしたがそのための免許がなかった。母のジョアンナ・オライリーには事業に関する知識がなかった。オースティンが免許なしに種類を運んだことは マサチューセッツ州最高司法裁判所で有罪とされた。メアリー・オーライリーは14歳のあるいは14歳になって間もない時、学校は9年生を終えて退学した。家族を養う助けになる必要があったからだった。地元の繊維工場の一つで働いた可能性があり、この時事務員及び即記者として訓練を積むために野学に通った。 1885年から1903年、事務員として働き、ウースターで母が所有する寮で兄弟の一人と共に住んでいた。オライリーは1904年、38歳の時に、クラス D 一時雇い事務員として、アメリカ合衆国造幣局に雇用された。他の新人の大半よりも年長だった。まず、ワシントン DC の造幣局本部で働き、 この時支配人のジョージ・イー・ロバーツが彼女の事業経験と能力に印象を受けた。当初は一時雇いという待遇だったが、1905年には常雇いに転換され、同年にはクラスアイの事務員に昇進し、給与も1200ドルになった。1911年、マーガレット・ケリーが造幣局検査官に任命された時、その人事の余波がオライリーにも及び、 会計査定人になった。このことで実質的に造幣局の事務長ということになり、契約のすべてを調査する責任を持たされた。オライリーが退職する前では、最後の造幣局の支配人だったネリー・テイラーロスの電気作者テバ・ジェイシアによれば、男性が支配していた職場環境にある組織で、 このようにオライリーが登り詰めていったことには、推進力と知性というほとんど前例のない組み合わせがあったに違いないとしていた。造幣局支配人のジョージー・イロバーツ、ホリッシュ主任チャールズ・イーバーバーによる造幣局メダルの肖像1910年代、オライリーは昇進し続け、近海検査官と近海計算官を務めた。アメリカ合衆国議会で証言するために呼び出される。 ことも多かった。1915年、ロバート・ W ・ウーリーが造幣局の支配人に指名され、オライリーはが造幣局に勤めた3分の一世紀で支配人になった中でも、オライリーが馬のあった人物だった可能性がある。オライリーが個人的に好意を持ってメモを残すことが多く、それに、ウーリーも答えた。ウーリーが1916年8月に辞任した後、 翌月に公認のフリードリヒヨハネスヒューゴフォンエンゲルケンが着任するまでの期間の一部でオライリーが支配人代行を務めた。ただし、造幣局調整官のフレッド・エイチ・シャフリンがその期間の大半で支配人代行となっていた。20世紀初期、造幣局の支配人の大半は政治的な指名職であり、造幣局に関する前歴はなかった。 ホン・エンゲルケンは1916年から1917年にかけて6ヶ月間支配人の職にあったが、造幣局と分析評価所の監督の大半をオライリーに任せた。1916年、収集家の間で人気のあるプルーフ貨幣の制作が取りやめられた。局が特別貨幣の制作を止めることは収入をなくすことであり、その提案は、 フィラデルフィア造兵所の監督官アダム・エム・ジョイスからなされたものであり、フォン・エンゲルケンがそれを承認したが、オライリーは貨幣収集課に当てた手紙の多くに署名し、政策の変更について非難を受ける立場になった。1917年2月、フォン・エンゲルケンが辞任した時、その後任であるレーモンド・ティー・ベイカーは、女性が政府で高い役職につく場合が増えていくと予測しており、 オライリーにはより公的な役割を与えた。ベーカーは毎年連邦議会で造兵局に対する予算割り当て請求を説明するために出席したが、その背後にはオライリーが座っていた。1920年と1921年、ベーカーは議会で当時執行事務員の肩書きだったオライリーを支配にんこに指名させようとしたが、成功しなかった。ウォレン・ハーディングが 大統領に就任した後、1922年に、ベーカーは、ハーディングのオハイオギャングの一人だったフランクイー、スコビーと交代した。この新任支配人は、造兵局の仕事にほとんど興味がなく、オライリーは局の運営を監督したばかりでなく、1922年の議会に出席して、予算割り当て請求を説明し、自分自身を支配人保に指名させる動きを続ける。 主要人物となった。この時に議会が提案を入れ、オライリーは1924年から正式に支配にうんこになった。1921年12月、ベーカーが3日間列車で西海岸に移動していた間にピース1ドル銀貨のデザインについて広報の危機器が持ち上がった。貨幣のデザイナーであるアンソニーとフランシシュが、 戦争の終結を象徴することを意図して、利面デザインに折れた刀を入れていたが、それを不名誉の象徴と解釈したものが多かった。第一次世界大戦の終わった後であるだけに、そのようなデザインが国内で起こした怒りは、大変敏感なものだった。ベーカーが対応できない状態だったので、オライリーは刀を外さねばならないと考え、財務次官のシーモアパーカー・ギルバートに接触した。ギルバートは、 長官代行として海底デザインを承認した。造兵局のホリッシュジョージ・ティー・モーガンが、すでに準備されていた鋳型から、巧みに刀を取り除いた。それはベーカーがまだ見てもいない裏面デザインに、電報で承認を与えた前のことだった。オライリーは、スコビーとその後継者ロバート・ g グラントの下で、造兵局の運営の大半を管理した。 1920年代の公共の時代にあって、造幣局は大変忙しかったが、貨幣の歴史家、ロジャー・バーデットは、その運営に欠陥があったと指摘している。例えば、フィラデルフィア造幣所の役人は、毎年の分析評価委員会による検査と試験のために、各バッジから金貨を取り受けておく代わりに、年の初めに避けていたバッグから評価用貨幣を取ったので、 基標準の貨幣が検出されないままとなる可能性が増えていた。オライリーは鋳造工程にも注意深く監視を続けており、1931年11月にはサンフランシスコ造幣所にニッケル化を20万個より少なく生産したと警告した。もしそれがそのまま発行されておれば、収集家が溜め込むことになる問題に発展するはずだった。 オライリーは造幣所にその年の残り期間、ニッケル化のみを一応指示した。その結果、1931S と記号のある、ニッケル化は120万個となり、バッファローニッケルのシリーズの中で2番目に少ないものとなった。民主党のフランクリン・ルーズベルトが1933年に大統領に就任したとき、オライリーはグラントの辞任後で支配人代行を務めていた。 ルーズベルトは元アイオミング州知事のネリー・テイラー・ロスを造兵局支配人に指名した。ロスはこの職に就く最初の女性となった。この時までにオライリーは67歳となっており、小さなおばあさんの雰囲気があり、財務省の恋人とあだなされて、その精神的な強さと決断力を隠す効果があった。ロスの個人秘書であるエドネス・ウィルキンスは、この造兵局支配人法を 冷酷だと表現していた。ネリー・テイラー・ロス、ホリッシュ・シジョン・アール・シノックがデザインした造兵局メダルに描かれた肖像・ロスとオライリーは互いの疑念に打ち勝つ必要があった。ロスはエレノア・ルーズベルトやルーズベルトの選挙運動に関わった者たちとのまずい関係に耐えてきたばかりであり、叩き上げの職員を信用しなかった。オライリーはグラントの公認として造兵局とは 何の経験もない新たな政治的指名者と対することになった。前任者のグラントは支配人になる前にデンバー造兵所で監督官だった。しかし短期間でこの二人の女性は互いの長所を認め合うようになった。1933年から1934年に造兵局が直面せねばならなかった問題の中に金貨の大半を回収することがあった。 財務省が金貨を連邦準備銀行の支店に回収させることを認める規則を発行したとき、オライリーは支配人代行として自分の署名のあるメモを送り、連邦準備銀行は政府のスタンプがある金貨以外の金を受け入れる施設がないと忠告した。当時の造幣局は財務省の中でも位置づけが低い方の官庁であり、財務長官の元に入る方の執行に関わるアメリカ。 合衆国シークレットサービスなどの機関より、はるかに下に見られていた。バーレットは、この金に関する規制が、ルーズベルト政権の指名者にも、前任のフーバー政権からの留任高級官僚にも、造幣局に関する、基本的な知識が欠如していたことを示したと、指摘している。オライリーと財務省副顧問の CM ヘスター、連邦議会で証言しているところ、 1935年8月ロスとオライリーは間もなく支配人と支配人運ホの間で任務を分けるようになった。支配人は公的事項を担当し必要に応じて政策を決めることとし一方支配人運ホは局の日々の運営を行うこととした。ロスは造兵局の施設を訪れルーズベルトに報告を送りワイオミング州の民主党知事候補者の選挙運動を 行うななど多忙な移動スケジュールをこなしたこのために、オライリーが支配人代行としてワシントンの本部を運営した。この期間に二人の女性は門切り型ではあるが温かい内容の文通を行っており、オライリーはロスに当てて、あなたがワシントンの事務所について心平安にしていられることを絶望しているので、電報をたびたび打つことにします。それは、 手紙よりも直接的であり最新のものになります。あなたへの愛と共に私たちの愛する造兵局の施設への訪問が成功することを願ってと書いていた。視野はオライリーがロスの現場からの報告書を貴重なものと見ていたことを示唆している。それらでは、貨幣の鋳造が比較的少なかった世界恐慌の初期から2シフトあるいは3シフトまで増強して、 中造を行ったほど貨幣に対する強い需要があった1930年代半ばまで造幣局がいかに回復したかが示されている。1935年、オライリーはは連邦政府の定年である70歳に達していた。局の事情に関するその知識は広大なものであり、それが本当に必要なものだったので、ロスの要請により、ルーズベルト大統領の特別命令で、 定年の除外とされ、造兵局での特別執務期間が与えられた。ロスが、その延長を指示したが、オライリーの支援なしに、自分の仕事をやれないことが分かっていたので、会計の経験がある、バージニア大学のフランクル・ルランド・ハワードを雇い、オライリーの公認に据えるつもりだった。ルーズベルトは1936年にも同様な、雇用延長を承認し、 その特別扱いが重要なものとみなした財務長官のヘンリー・モーゲンソー・ジュニアは彼女を称えるご参会を主催した。ルーズベルトは1937年後半にも再度もう1年雇用を延長したが、これが最後だと警告した。モーゲンソーは再度延長させようと試みたが、翌年7月に大統領が却下したので、オライリーは1938年10月29日付で退職し、 公認にはハワードがついた。その退職に際し、オライリーの要請で退職を祝する儀式は行われなかったが、仲間の従業員たちが金を集めて、ダイヤモンドを散りばめた時計を買い、彼女が受け取ってくれるよう説得した。ルーズベルト大統領と毛元総長官は、オライリーの勤務に対して感謝状を送った。ニューヨークタイムズは、 オライリーの退職の言葉を伝えたが、インタビューはなかったインタビュー。その一週間後に、ここには現代性もある。アメリカの女性に対する挑戦の答えだ。女性が人生に何を望むかを示し、女性が獲得し与えることのできるものを示している。という論説を掲げた。オライリーは退職した後でもワシントン DC のヘイアダムズレジデンスで使っていた部屋に住み続けた。 造幣兵局の事情に関わることはなかった。盲言僧は数ーの手紙を送ったものの、仕事の話はしなかった。オライリーはカトリックの事前事業のために寄付集めを組織することで忙しくしていた。1944年、正式に発行されることのなかった1933年、ダブルイーグル20ドル金貨数枚がどのようにして市場に出回ったか。 造兵局が調査した時もオライリーが尋問されることはなかった。この例外措置をバーデットは異常なことと見ている。オライリーは1949年12月6日にワシントン DC で死んだ。ニューヨークタイムズの死亡広告はルーズベルトが最初に雇用延長を認めた時のことを想起しており、 記者が彼女にインタビューを求めると、次のような答えが返ってきただけだったと記されていた。大統領の大きな親切さに深く感謝します。仕事のない人生は、ほんのわずかでも興味がありません。しかし私に関して何かお書きになるつもりですかありがとうございます。